避難している。ですからこうタイミングを見てこういった人見知りでありますね。この共通の特徴は今お話ししましたように黒ずくめの男だけじゃなく人質も喋らされているというのがあります。今回は後藤さんもというか宮原さんも一言も喋ってないんですよね。